タジアムはすでに大歓声に包まれています。エティハドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、マンチェスターシティがアストンビラと戦います。試合前にはどちらの監督からもこの試合への自信が伺えました。どんな作戦を練ってきているのか、この後じっくり見ていきましょう。ダビド・シルバに注目が集まります。福西さんはこの選手の何に期待していますか？3試合で4得点は見事ですね。さらにゴールを加えたいでしょうね。こちらがマンチェスター・シティの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。こちらがアストンビラの先発メンバーです。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。キックオフ、マンチェスターシティがボールを動かします。さあアグエロ、マンチェスターシティサイドにスペースがあります。ここはインターセプト、しっかり予測していました。絶妙なパス、ベルトラン・トラオレ前方に運びました。トラオレ、サネがボールを奪われました。チャンスにできるか、さあどうする、何かしてきそうですが、いいクロスが中に入った。このヘッドはバーの上、惜しかったですね。ベルナルド・シューバ、シーズンも進みましたが優勝争いが大変激しいですね。たくさんのチームにタイトルの可能性があります。スペースへのボール、アグエロ、ボールはファーポストの選手へ、気は抜けない展開です。これはカウンターのチャンスです。何を狙うのか、ベルトラン・トラオレ、さあ折り返せるか、これを決めればリード。シルバです。これは見事なインターセプト。アストンビラのフリーキックになります。このピンチはクリアでしのぎます。ここから狙うのか、いい位置です。体をうまく使って入れば1点リード。エデルソンのセーブ、さらに弾いた、守りきれるか。フェルナンジーニョ、ベルナルド・シューバ、マンチェスター・シティサイドをつけそうです。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ようやくチャンスが巡ってきましたね。得点の予感にサポーターも盛り上がっています。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。マフレズ、あの選手が止めなければ入ってましたね。コーナーキックです。勝ち越しに結びつけられるか。ボールが中央へ向かう、
ボールをはっきりクリアしたい。マクレス、見事なタックルです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。味方がフォローに来ています。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。両チームとも今のところ様子を伺っているようですね。ポゼッションも互角です。そろそろリスクを取ってもいいんじゃないでしょうか。さあどうする。ここはエデルソンが見事に止めました。マンチェスターシティがボールを失いました。狙える位置です。このクロスはブロック。これはクリアしきれないか。ディフェンスが奪い返します。ベルナルド・シューバー、フェルナンジーニョ、いいカットです。ボールを奪いました。ボールを奪った。いいタックルでした。レロイ・サネ、ドリブルで持ち込んで、チャンス来た。ダビド・シルバ、これはもったいない。ベルナルド・シューバー、アグエロへ。ベルナルド・シューバーにリターン、勝ち越しゴール来るか。このボールはゴールキーパーが止めました。フェルナンジーニョが前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。この選手はあまり良くないようです。中心的な選手ですのでチームを引っ張らないといけません。相手キーパーを試すといいますか、シュートを打たなくてはいけません。いいところでボールに触れないと相手としても怖くないでしょう。まずはシュートからです。スコアは同点のまま後半の開始です。均衡を破るのはどちらのチームでしょうか。いいパスを出しました。中央へのボールはクリアされました。ベルナルド・シューバー、フェルナンジーニョ、おっと裏へ出した。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度マンチェスターシティが迎え撃つのはサウサンプトンです。どちらも相手にとって不足は。ダビド・シルバー、絶妙のスルーパス。サネが決めた。完璧なフィニッシュです。スペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。別の角度からご覧ください。ここから試合が慌ただしくなってまいります。マンチェスターシティのスローイン、アストンビラが選手を交代します。ベルナルド・シューバー、フェルナンジーニョ、ダビド・シュルバー。アストンビラの次の試合ですがいかがでしょうか。次はリバプールです。プレミアリーグでの対戦ですね。このゲームに関してはどんな展開になるかは全く分かりません。キープに苦しんだのか。
相手へのパスとなってしまいました。何を狙うのか。ここはクロスが大きすぎたか。中央へクロスが渡る。クロスは手前の相手に当たりました。この選手が視点となってパスを回しています。これはアグエロ。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ディフェンスをかわした。チャンスにできるか。フラッグが上がっています。いやーギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。カイル・ウォーカー、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ボールは相手に渡りました。スルーパスが味方に通る。中の選手にクロスを入れた。このボールはクリア。しっかりキープします。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。交代で嫌な流れを断ち切って自らに流れを引き寄せたいところです。ベルナルド・シューバ、フィル・フォーデン、アグエロへ。これは見事なインターセプト。マンチェスター・シティのスローインで再開です。フィル・フォーデン、オレクサンドル・ジンチェンコ。このパスは読んでいました。まだまだ試合は予断を許しません。このカットは大きい。しっかりと奪いました。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。これは見事に奪いました。ベルナルド・シューバ、セルヒオ・アグエロ、ボールを失いました。クリアして危機を出しました。アストンビラが選手を交代します。Substitution for Manchester City coming off the pitch. Number 2, Kyle Walker. Coming onto the pitch, number 27, Howie Cancelo.コーナーからエリア内へ。クリアして危機を出しました。マフレズ、入れば決定的。マーベラス・ナカンバ、時間はありませんが攻撃に出ます。同点に持っていけるか。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。ジャック・グリーリッシュ、
試合終了のホイッスルが吹かれました。福西さん、今日は守り勝ちといった内容でしたね。そうですね、そうなりますかね。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。